サーベイヤー探査機。地球上で撮影。月面における着陸場所。黄色がサーベイヤー計画。サーベイヤー計画は、アメリカ航空宇宙局が行った無人月探査計画。九百六十六年から九百六十八年に七機が打ち上げられた。レインジャー計画に引き続き、有人月探査計画のアポロ計画に先行するものとして、月における 各種調査や難着陸技術の開発を行うものであった。開発はジェット推進研究所が中心となって行われた。探査機は3本の着陸客と逆噴射エンジンを用い、月面に難着陸するようになっていた。着陸後は太陽電池とロボットアームにより地表の調査などを行った。1号は1966年6月、嵐の太陽に着陸し、 以後6週間にわたり11,237枚の写真を地球に送信した。2号は同年9月、コペルニクスクレーターの南西に落下、着陸失敗に終わる。3号は翌年4月に嵐の対応に着陸。その後2週間かけて電動ショベルにより約20センチメートルゲッツ面を掘削する様子をテレビカメラで撮影し、 月面の土が地球の湿った砂に似ていることが判明した。後にアポロ12号が3号から400メートル離れた地点に着陸し、3号の部品を地球に持ち帰った。4号は1967年7月に着陸失敗。5号は同年9月静かの海に着陸。キュリウム252の放射線による月面物質の化学分析を行い現部岩に、 似ていることを調べた。6号は、同年11月、中央の入江に着陸。写真撮影などの調査の後、制御用エンジンにより、月面から2.5メートル上昇し、離陸の試験を行った。7号は1968年1月、月の南半球の高地にある、ティコクレーターの近くに着陸し、高地の写真撮影と地質調査を行った。 サーベイヤー計画はこの7号で完了し、月面が有人月着陸船の着地、つまり、アポロ計画に支障がないことが確認された。ありがとうございます。